リーバは、米エヌビディア社のビデオチップである。1990年代後半のエヌビディアの成長を支えた。カノーパスリーバ TNT カノーパスリーバ TNT に、ウルトラ1993年に設立された。エヌビディアは、3D アクセラレーション機能を持つ、NV1 を開発した。NV1 は、曲面描画エンジンを採用し、専用のソフトウェア製品では、 高い性能を発揮したものの、マイクロソフトがダードックスにおいて多角形描画をしようとしたため、ダードックスへの対応が不完全な NV1 の売り上げは伸びなかった。NVIDIA は Windows CE のカスタマイズ版が搭載されたセガのドリームキャストに向けて NV1 を元にした NV2 を設計したが、曲面描画エンジンはダードックスを利用してゲームタイトルを移植することが難しく、 多角形描画が一般的になりつつあったことから途中で中止された。この反省から NVIDIA は多角形描画を採用しダードックスに対応ダイレクト 3D の性能を追求したビデオチップ NV3 を開発し1997年に DIVA128 ーーとして発表した。DIVA128 ーーの描画品質はあまり良くなかったが 描画速度が非常に高速であり高解像度のディスプレイもサポートしていた。また、リーバー1 2 8は低価格であり多くの OEM メーカーが搭載ボードを販売した。1998年に NVIDIA はリーバー1 2 8の後継として Dardox6 に対応し、マルチテクスチャリング処理が可能となったリーバー t n t を発表した。t n t は2本のピクセルパイプラインを持ち、 24ビットの Z バッファを採用しており、描画品質も改善されている。また1999年には、リーバ TNT の後継として32ビットのフレームバッファを持つリーバ TNT2 を発表、後に廉価版のリーバ TNT2M64 とリーバ TNT2 ベンタ、チップセットにグラフィックコアを統合したアラダン、TNT2 なども販売された。 リーバー 128GPU リーバー 128ZXGPU リーバー TNT GPU リーバー TNT にウルトラ GPU リーバー TNT にベンタ GPU ありがとうございます。